ヤーマン。ティモティ、I'm a papa is coming in。わあ。今週も来たぜここやイズ TV。ラエベバレリスタミレジナルスタイル。I'm a papa ユージ。ティモティ、レジナルスタイルトゥエブリバディ。今日も海に行ってサーフィンやってきたぜ海のバイブスを浴びて力がみなぎる I'm a papa ユージレジナルスタイル to everybody みんな楽しんでるかそれぞれの人生ラーダマーシー everybody come follow me listen to me やいず TV 今日は月曜日パパユージのやいずからヤーマンティルバーティーラーヤマン、みんな楽しんで生きてますか。まあ今日も海に行ってサーフィンやったんだけど、夕方のねサンセットサーフィンすげえ気持ちよかったな。もうたまんないね。まあ今日はちょっとサーフィンの話でもしようかなと思うけど、俺サーフィンね始めたのが中学2年の6月ぐらいかな、中学2年のね、その始めたのが地元のね焼津の瀬戸川っていうあの川があって、そこの河口がすげえ波が良くてさ、そこで始めたんだけど、それまでね瀬戸川の堤防からまあ小学校の時とかは弁天プールとかでねよく遊んで、まあその頃からねなんとなくこうサーフィンしてる大人たちを近くで見てたんだけど、その弁天プールで遊んだりとか、で弁天プールね小学生とか遊び行って、そこから浜東名まで川を渡ってこうちょっと冒険気味な感じでみんなで行ったりとかね、まあいろいろしてて、まあなんかこうサーフィン やってるこう風景はなんとなく見てた感じ、ずっと小学生の頃とかね。でまあ、兄さんがこうサーフィン始めたっていうのもあったけど、まあそれにつられてっていうのもあって、あとなんか友達の中でこう3、4人ぐらい「おいやるか」みたいな感じになってさ、たまたま友達のところにサーフボードがいっぱいこう置いてあって、そこはね焼津のカリフォルニアイメージっていうサーフショップがあったんだけど、そこのショップのね親戚だったから、そこにボードがいっぱい置いてあって、なんかこう近くにこうサーフボードだとか、まあ近くにポイントがあったりとか、すごいこうシチュエーションがこうバッチリだったんだよね。ほんでみんなでこう始めて、ほんですごいいい波だったんだよ、そこが瀬戸川の河口っていうねポイントで、まあローカルポイントで結構まあ厳しいうるさい人もいたけど、まあだけど日本の中でもねこう有数なポイントっていうか、もう150メートルとか200メートルぐらいこうサーフィンでブワーッと乗れる場所だったんですよね。でもう本当にしょっちゅう行ったよね、もう毎日のように海行って、もうチャリンコで行けるとこまでね行けるところでねサーフィンできたっていう、そういう環境育ったから、もう家からチャリンコで5分ぐらいだけど手放しで行けたからね、そこまで中学の時にもうサーフボードこう抱えて手放しでこう、もう手放しでねチャリンコでね行ってね、しかも手放しで行って魚市場のところブンって登って、魚市場の中走って、ほんでそこからまた魚市場からふって降りて、すごい、もう全部ほんで曲がり方も全部手放しで行くんだよ。いやそれなんかやっぱ中学生の時とかなんかおもろいことなんかやりたくなるじゃん。なんかこう近所の集落にも注目されたいっていうのもあったかもしれないし、なんかちょっと目立ちたいっていうのとか、そうなんですね。あ、ファンの方からコメント何件かいただいてます。おとさんこんばんは、今日は暑くていい日でしたねって、浜東名ってそんなにいいんですねって言ってます。浜東名良かったよ、今はね、いや何回も番組でも言ってるけど、
あの瀬戸間の河口にあの堤防とテトラポットが入って、あのサーフィンこうやりにくく なっちゃったんだよね。うん、うん、でその時ちょうど俺たち高3ぐらいで、で中学の時からずっともう下積みっていうか、もう一番下っ端だからさ、そのなんか なんかサーフィンのコミュニティっていうのがそこの河口にあって、その中で一番下っ端のパシリで、あのいつも先輩たちに「なんかお前あそこのフジパンで買ってこい」とかさそんなんでこう買い出しに出されるとか。えっ、ユージさんがパシリやらされてたんですか？パシリだ、中学生だもんその時イメージない。いや、パシリだよ。いや、その代わり先輩たちはすごくこう、うん、面倒見てくれたもんね。うん、まあ先輩たちに恵まれたな。だけどまあ堤防できてそのポイントがなくなっちゃったらさ、なんかその先輩たちとのなんかこういつもこう接してたのがすごくこう離れてきちゃって、なんかまあ焼津祭りでね毎年先輩たち会ってたけど、もうそこのポイントでしかやらない人っていう人もいるから、サーフィンも、うん、そういう人たちもサーフィンやめちゃったんだよね。あ、まあ、自然破壊によって、まあ、自然破壊って言ってもなんかまあ市民を守るっていう名目で河口になんか多分堤防とかこう流れ良くするためとかあったと思うんだけど、いまいちよく分かんねえ、うん、何の意味あるのかなこれみたいな。だから浜透明のやっぱりあの砂もどんどん削れてっちゃうから、なんていう全然自然のあれが変わっちゃってね。うん、だからいつか戻してほしい。うん、これは本当切実な思い。うん、だからそういう悔しい思いをしたから俺レゲエやってるっていうわけで、なんかみんなに伝えたいんだよ、やっぱ自然破壊によってこう、あのいや俺たちのこう例えば遊びがなくなっちゃって、それはしょうがないかもしれないけど、その人の関係、人のつながりをもこう切ってしまう自然破壊、これは罪ではすごい、そこまでやっぱり計算されてない。うん、だからそれは未来の子供たちのためにさ、やっぱ戻してほしいんだよ。もうそうしたらもう焼津のそのサーフィンのポイントももうまた世界有数のポイントに戻る。うん、そうなんだよね。で、あの焼津にあのカリフォルニアイメージっていうねサーフショップがあったんだけど、三ヶ目の方に、そこはもうすごい最先端のねショップだったんだけど、工場もあって、あのシェーパーってサーフボードをこう削る人が社長だったんだけど、それでラミネートっつってこうサーフボードをこう包んでこう樹脂を塗っていく作業とか全部そこで賄ってて、あのサーフボードの工場があって、あのすごく面倒見てもらえたんですよね。それであの先輩たちにあのよく静波の方とか御前崎の方とかこう連れてってもらったりとかさ、 あとね一番ね俺がねなんか今でもすごく感謝してるのが、俺たち中学生4人でやってたんだけど、友達とだけどサーフィンやってるからっつって勉強が遅れてるって言われるのがショップの社長がすごく嫌だったみたいで、でお前らそうなんねえように俺が勉強教えてやるから、すごい、もう週に1回、ノックのうちノックとか友達のうちに集まれって言って、うんうん、ほんで週に1回英語と数学を教えてくれたんです。すごい、うん、ほんでその社長はあの若い頃カリフォルニアに長く住んでたんで英語ができる人で、うん、そうしたらさ俺なんかもう野球中ですげえビリッケツの方で、もう後ろから数えた方がもうハエグレーのね、あのいや今わかんないけどその頃順位っていうのがあったからさ、うん、だったけどその勉強を教わったらさ、もうなやっぱりこう尊敬する人、自分がこうリスペクトしてる人が教えてるからさ、やっぱり一生懸命になるんだよな、こっちもすごく、うん、教えてくれてんだからこっちも頑張んねえだなっつって、ほいで見る見るうちに英語とね数学の成績上がってったんだよ。すごい。いや、ほいでしまいにはやっぱりこう3年の卒業する頃にはその先輩のおかげでもうトップの方から数えた方が早いぐらいになって順位が、すごい、うん、ほんで結構な進学校も行けるとか言われたんだけど、いやいやいい、別に俺はもういいよなんつって、いや、うん、まあたまたまだからみたいな、
だからすごい感謝してる。勉強教えてくれたんだよ。うん、ね、すごいですね。俺しかもね、勉強プラスサーフィン、お前ら真剣に本気でやるんだったらおめえ毎日トレーニング、毎日じゃねえわ、週に何回かトレーニングするぞ。でそこの焼津の体育館、そこじゃねえわ、焼津中のところのさ、焼津神社のところの体育館の上にあのトレーニングルームが前あったんだけど、そこに毎週行ってさ、週2回ぐらいやってたかな、トレーニング、筋トレみたいな、筋トレ。へえ。ほんであのテイクオフっつって、あの サーフィンでこうダンって立つ時の感じとかも何回も何回もこう立って、こう腹ばいになって立って腹ばいになってとか、そういうのやったりとか、うん、なんかすごい恵まれてたなっていう。うん、だからこの前も、この前のこの放送でも言ったけど、やっぱりコミュニティへの参加、うん、俺はすごいいいコミュニティに恵まれているわ、常に。うん、本当に本当ありがたい、コミュニティあっての本当に、まあ、自分がこう生きてられるっていうね、本当にあれだわ、サーフィンの先輩たちには、ね、すげえ教わった。うん、だからそういうのもなんかこ う歌にしてさ、あの歌ったりするけど、うん、こういう感じ。いい大人に囲まれて育ってきた、海の導きでサーフィンと出会い、まず教わったのは人へのリスペクト、目のつながり、お願いしますの一言も言えなか、生意気な俺たちに、いいことも悪いことも教えてくれた先輩たち。なコネクションインポーター、つながれば生きていくための財産、コネクションインポーター、 He is 関係が足りあごうよたくさん、コネクションインポーター、つながれば教わるよ人生観、コネクションインポーター、助け合いで生きてくコミュニケーション。まあこうやってね、自分の歌の中にもね、もういい先輩に恵まれたんだっていうね、の歌にしたりしてるけど、本当に感謝してますよ、本当に。修二さんから。あ、修二。修二さんいつもありがとうございます。一高リスペクトってきてます。あ、一高ね、うん、同じ母校だね、母校だね、高校がね。そうなんですね。うん、へ、あ、音さんがこの曲、うん、大好きな曲ですってきてます。あ、ありがとう、音さん。うん。お父さん、どこのお父さん？お父さんも結構いるよね。お父さん、うん、アイコンは女性みたいな、なんか可愛いイラストのアイコンの方ですけど、またヒントがあったらお父さんください。そうだよね、だから今のね、子供っちもね、やっぱ何かのコミュニティに入っていくっていう、まあ例えばまあダンスのコミュニティに入ってる人たちもね、いっぱいいるよね。すごくいいよね。あの子供たちがダンスに夢中になってね、それを発表するっていうのとか、まあどうスケボーのコミュニティとか、サーフィンのコミュニティとか、なんかいろんなコミュニティがあるからね、なんかにこうやっぱ参加していくっていうね。うん。だから本当にね、サーフィンがね、本当一番好きなんだ。うん、だけどちょっとしばらくあのちょっと理由があって、ここら辺の海ではちょっと入ってなくて、まあ、いろんなね、フィリピンでやったり沖縄でやったり九州でやったりとかね、いろいろサーフィンしてたけど、まあだけど最近はよく海に行くようになって、この地元の海でももう毎日波情報とかチェックしてるし、もう気になってしょうがねえ。それでもう、いや今日波あったのか、なんかこう用事ある時、うわ波あったかな今日とかさ、なんかこう感覚戻ってきたね。うん、うん、あとやっぱ中学の時からやってるからさ、なんかこういろ乗れるよ全然。うん、しばらくやってなくても、うん、もう感覚が、うん、うん、感覚が、うん、スケボーもそうだけどさ、もうやっぱそういう滑りもん、スケボーとかローラースケート、サーフィンとかも子供の頃からやってるから、もう大人になっても全然いけるよね。うん、だからみんなもそういういい先輩たちにね、出会うようにね、こう自分から動いていくとか、
なんか最近やっぱりこう例えばあの職人さんとかにもこう弟子がついてこないとかさ、まあいろいろあると思うけど、やっぱりこう先輩に教わんねえとやっぱつながっていかないよね。情報はいっぱいあるからさ、何でも自分でできるような気もするし、できちゃう人もいると思う。うん、全然それはそれでいいけど、やっぱりこう師匠みたいな人についていろんなことを教えてもらってさ、やっぱ、うん、それをまた次に伝えていくっていう、うん、これが大事だよね。うん、だから、はい、いいですか、コメントが来ております、うん、はい、最初にね、ヤーマンってくれた RK さん、 RK さん中国地方の方みたいなんですけど、うん、どこか中国地方でライブやってください、できれば庄原市で。広島の方かな、じゃあ庄原市って広島、広島の方だと思います、多分、うん、岡山とか広島、多分広島だと思います。 RK さん、 RK さん、 RK さんが企画してくれたらできますよろしくお願いします。そうそう、広島行きたい。広島もすげえ面白い、うん、広島とかね、岡山とかも大好きだよ、うん、なんか思い出あるんですか。またちょっと違うけど、もう広島はなんかもうなんかこうなんていう、自由度が高い、なんていうかね個性的な人がすげえ多かった。びっくりしたよ、おすごいなって。レゲエの現場にパンクスもいるし、ロックな感じの人もいるし、いろいろレゲエ好きもいるし、いろんな人がいて、なんかまあ不良な人たちも多かったけど、うん、なんか粋な人が多いね。うん、まあどこも粋な人は多いけど、広島はいいね。あと岡山なんかはなんかオーガニックなねものがすごく進んでて、うん、すごく羨ましいカルチャーがあるよ。うん、いいですね。うん、行きたいね、広島ね。まあ今年あれだ、来年あたりね、誰かね、その RK さん誰か誘ってイベント企画してくれたらね、なんかアコースティックのライブとかもできるし、30人ぐらいとかね、50人ぐらいとか、うん、そんぐらいの、うん、ね、まあいろんなとこちょっと行きたいから、またみんな声かけてくださいね。まあだけど嬉しいことに、今月の半ば過ぎから、ライブぼちぼち始まってきますね。うん、12月クリスマスぐらいまではとりあえずは毎週ずっと入ってる感じでライブが。すごいですね。うん、よかったよ、うん、なんかこう受け入れてくれる人たちがこう出てきたっていうか、うん、まあじゃあそろそろやりましょうみたいな、うん、まあだけどちゃんとまあ3密守りながらの消毒とか検温とかしてのイベントな感じですね、どこも。うん、だ今度ね、今度日曜日18日にね、浜松のヤシヤっていうね、バーがあるんだけど、うん、街中ですか？町から少し外れてるけど、そんな遠くない町から、うん、うん、でそこの駐車場があって外で弾き語りのアコースティックライブやるんですよ。うん、投げ銭な感じで緩い感じ。その時はね、俺初めてライブで やる試みなんだけど、ここで歌ってるみたいに座ってやるライブ、うん、うん、でお客さんたちもこうちょっとはならかしてこう椅子をこうセットして、うん、座って聴いてもらうっていう、すごい、うん、そういう、まあだけど乗ってきちゃったらね、それはしょうがないけど、うん、で確かね昼間の3時ぐらいからね歌いますんで、浜松の集落、もしこれ番組見てたら、ヤシヤ検索したら出てくると思うけど、ヤシヤってどういう字ですか？ヤシはね、ヤシのヤシで、あのヤシの木のヤシで、ヤは家という字、家、うん、ヤシヤ、はい、うん、ヤシヤさん、うん、なんかこの番組見てやろうと思ったみたいイベントを、うん、ありがとうございます。いや俺先週ぐらいに、いやもうそろそろやりましょうよって言ったんだけどそれがなんか打ってきたみたいで、うん、でやりましょうって、で月1でね、なんかそういう
外で、ちょっと距離保ちながらのライブを月一でやっていきたいっていうこと で、うん、でそれの第1回目っていうことでやってくださいっていうふうにこう依頼が来て、うん、ほんで行くんですよ、なんか焼津 TV 見てくれてる人、わ嬉しい、うん、あの浜松のサーファーのね、うん、人たちがやってる店で、うん、すごい明るい感じ、うん、いやいいよ、スタジオにも遊び来てほしいですね、じゃああそうだね、ぜひ、うん、まあ、静岡県のライブ結構あるよな、ほんでその次の週が、うん、24日の土曜日、うん、24日はあの伊東の、ね、方のね伊豆高原のキャンプ場にね、うん、あの歌いに行く、うん、それとその次は24、25、31日がね浜岡の、浜岡砂丘のとこ、あ前言ってたのですよね、うん、はい、名古屋っていう店で、はい、ライブやります、それも外でやります、はい、うん、それで1日が焼津、うん、の手打ちそば屋安山坊、はい、うん、安山坊で、かまどで炊いたご飯を食べるマルシェがあって、うん、それに出店と、うん、あとライブで行きます、うん、その安山坊10周年のイベントです、あ、うん、おめでたい、うん、白い顔の人、うん、なんかあのそうだ白い顔の人あそう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 、うん、あ言ってた、うん、渋さ知らずの人ですよね、いや渋さ知らずで歌ったりとかね、すごいですね、うん、星庵って言うんだけど、星庵はねあの結構面白いよ、あのまあその道では結構かなり有名な人だよね、うん、今はね蕎麦屋やってるからね、あんまりやってないかもしれないけど、うん、今バンドやってるんで、あそうなんですね、ヤブキタムーディーズっていう、あ、あれ聞いたことある、なかなか面白いバンド、うん、なんか聞いたことあるんだ、なかなか面白い、うんうん、あ、修二さんが動き出すって大事ですねって、なんかルンルンマークが入ってます、ライブ行きたいっす、ああライブ来てくれよ、ね、盛り上がってますね、うん、はい、安山坊でもやるで、投げ銭ライブ、はい、ぜひぜひ、うん、ねえ、まああのそうだ山形も行くよ、あ山形行きます、うん、山形市だけど、あ、うん、そうですか、ちょっと日本海側の方はちょっと行けなかった、ぜひ、うん、今度は一応行きたいなって言って希望は出したんだけど、うん、いやまだもうちょっと、うん、来年やりましょうみたいな、そうですね、あ、うん、音さんが、うん、すいませんってもう一度教えてもらいたいみたいです、安山坊さんのイベントはいつでしたっけ、安山坊ね11月11日、1日ですね、時間とか分かりますか、時間はね MRC 自体は確かいつもの感じだと4時ぐらいから、だけどもしかしたら昼間からやるかもしれない、うん、それあのまあまたあの告知するよ、あの親父テレビで、おとさん11月1日の日曜日です、うん、ライブ自体はね6時ぐらいから、うん、うん、はい、ぜひ、結構おいしい出店がいっぱい出るんで、ご飯を食べながら、うん、皆さん楽しみましょう、一緒に楽しみですね、山外でやるんですか、田んぼのとこでやる、田んぼのとこじゃない、もうあの前はね田んぼのとこでもやったけどね、うん、中でやる、マルシア駐車場でライブはあの中で、中で、うん、やっぱ外でやっちゃうとね、やっぱすごい騒ぎになっちゃうかもしれないから、うん、中で、うん、面白いですよすごく、うん、いろんなこう個性的な人がいっぱい来て、そうですよね、一見なんかこうなんか変わってる人たちだなと思うかもしれないけど、な入っちゃえばおもろい、ここでまたみんな仲間になればいいんですよ、うん、そうだね、楽しい、うん、あ、おとさんありがとうございます、ありがとうございます、じゃあまあ時間も今日もあと少しなんで一曲また歌ってきます、ヤマン、Listen to the message I'm a papa usual listener start to everybody This is dedicated to you Tell him I let him never tell him againFollow me, no, Mr. Mick
ゴー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 ラパラミのマンコのブルバババババイ行こぼ行こぼどこに行こぼやろうやろう何をやろう好きなことやろう誰にも何も言わせないよやり抜こう好きなことやろう自分のできる限りのことをしてみよう好きなことやろう一度日々の人生楽しもう励もう好きなことやろうこれからでも遅くはねえぞ試そう Try Try ゴールに向かって Fly Fly 翼羽ばたかせハイハイテンションも上げて Way Way ハートは来るなかなか決まらぬてめえの進路くよくよしている暇はねえぞあれこれ考えずまずは行動どぼどぼ胸張り進み根性好きなことをやり続けようずっと諦めずやればいつかきっとやっとおっとエンジョイその顔花を咲かせよきれいにパーハートハートグッドグッド最高になるために俺たち頑張ろうトライトライゴールに向かってフライフライ翼羽ばたかすハイハイテンションを上げてワイワイハートはクールに好きなことやろう誰にも何も言わせないよやり抜こう好きなことやろう自分のできる限りのことをしてみよう好きなことやろう一度きりの人生楽しもうはずもう好きなことやろうこれからでも遅くはねえぞ試す失敗よそれら何もできない成功のもとさ何も心配せずにぶちゃまそう精一杯元気いっぱい Everything alright 山越え谷越え川越え波越え人生の声一つ一つ乗り越えすぐそこには落とし穴があるからスピードだ下ら浜島やわケミカルなものだ国は気をつけなまあ一刻ゆっくり生きに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 ビッグの見上ご見上ごスパッとスパッともっともっとやろう好きなことをやり抜こうミスイントライトライゴールに向かってフライフライ翼羽ばたかせハイハイテンションも上げてワイワイハートはクールに好きなことやろう誰にも何も言わせないよやり抜こう好きなことやろう自分のできる限りのことをしてみよう好きなことやろう一度君の人生楽しもう始もう好きなことやろうこれからでも遅くはねえぞ試そうすきなことをやろう。ありがとう。17回目パパユージの焼津からヤマンでした。焼津 TV ありがとうございます。ありがとう。ゆいさん、コメントだけ紹介させてください。はい、立ってる間にコメントいただきました。RK さんからさっきの中国地方の方ですね。ぜひ来てもらえるように頑張ります。っていうハートマークいっぱい来ました。修二さんが1日行きますって。ああ、修二、頼む。はい、以上でございます。うん、ありがとうございます。